皆さんこんにちは。今日は九州鹿児島に来ています。こちらは日本のね、線路の一番ね、橋と数えられることが多い、最南端のね、数えられることが多い枕崎でございます。よくね、 YouTuber の方とかで果てということでね、北は稚内、南はね、この枕崎ということで来られる方も多いのかなと思います。この枕崎駅までね、来たはいいんですけれども、帰りをね、そのまま同じように帰っては面白くないかなということで、ちょっとね、今回は面白い列車に乗っていきたいと思います。今日もよろしくお願いします。まずはですね、その面白い列車というのが走っている指宿という駅まで行きたいと思います。実はね、この枕崎駅は最南端の駅ではないんですよね。最も南の駅ということではないんですよね。終点という意味ではね、一番南なので、このように書かれています。南と北の始発終着駅、これだとね、まあ、嘘はないわけなんですけれども、枕崎から北海道稚内まで、まあ、線路はね、よく続いているというふうに言われています。ではまずここから東の方にね、ずっと進んでいきます。指宿方面、そうすると西大山駅というのがあります。駅表にも書いてありますが、JR 日本最南端の駅ということなんですね。ここが実は最南端の駅ということになります。そんなにね、大きく変わるわけではないんですけど、東西にね、最後伸びてるっていう感じで、たまたまね、この駅が一番南の部分にね、位置しているんですよね。東根室、稚内、そして佐世保、それぞれ日本の東西南北橋の駅でございます。私はね、これで全ての駅に行けたことになりました。日本最南端の駅、いいですね。また晴れていて景色がとても良かったです。ご覧ください、この景色、なかなかいいものじゃありませんか。ちょうどこの駅から見えているのは開聞岳ですね。おそらく薩摩富士と呼ばれているそうです。とてもね、天気のいい日であればはっきりと見ることができます。日本百名山にもね、載っているみたいですね。停車時間は長く、ちょっとね、こんな感じで記念撮影する時間もね、できるのかなという感じですね。さて、ここまで来れば列車は間もなく指宿の方へと向かっていきます。指宿駅にね、着くまでに列車のチケットをね、買いたいと思います。今回乗っていくのは指宿の玉手箱というね、列車特急になります。全席指定ということもあるので、取れないとね、もう乗れないということになります。 JR 九州はネットで全席指定のね、特急列車も取ることができるんですね。指定席取ることができます。なので先にね、ちょっとこの乗車中に残りどれぐらいあるかななんて見てみたらですね、これ2席しかなかったんですね。なんとか間一髪取りました。私が指宿駅に着いた時は満席ですと出ていたので、これもしね、この JR 九州のサイトから先に取っていなかった場合は列車に乗ることができなかったんですね。普通列車に乗って鹿児島に、ね、向かうというちょっと悲しい思いを、ね、することになったかなと思いますので、こうしてね、 JR 九州のサイトで取るというのもね、おすすめかなと思います。さあ、1280円プラス料金を払えば特急に乗ることができます。乗車券はね、1000円ちょっとなので特急券の方が高いですね。それでもね、こう乗っていくのね、面白い、非常におすすめのルートと言えます。特急列車と言いながらね、そんなに所要時間はね、実は変わらないんですが、面白さがね、これ増すということになっています。さあ、やってきたのは指宿駅。温泉がね、非常に有名なんですよね。砂蒸し風呂がね、特に有名なのかなと思います。駅前は温泉地らしく、足湯、無料の、ね、足湯が設置されています。タオルを持っていけばね、誰でもすぐに使えるのかなと思います。指宿温泉やってまいりました。駅舎もね、ちょっと印象的ですよね。指宿、これでね、指の宿と書いてね、指宿と呼ぶんですよね。なかなかね、珍しい読み方かなと思います。ポストも黒白の、ね、色分けがされています。指宿の玉手箱、今から乗っていく特急列車も黒と白でね、真っ二つになっています。それはね、浦島太郎の伝説、
黒髪だった浦島太郎が玉手箱を開けたことによって真っ白の髪に、ね、変わってしまった、それを、ね、表現しているということなんですね。さあやってきました、こちらが指宿の玉手箱の車両になります。なんと全席指定ということなので、たまたまねここに来て乗っちゃおうっていうのはねできないんですよね。飛び乗ることはできないという仕組みになっています。自由席はありません。ただね、どなたでも座っていいですよという展望席のようなところがあったりします。そこはね決まってないんですよね。まずは指定席、自分の席があって、でそこを離れてね展望席とかに座ってもいいと、譲り合いでそこはね使っていいということになっているんですよね。 JR 九州の観光列車は非常に有名です。列車にもその土地のね名産とかが使われているんですよね。指宿と光っています。ここから北にね行って鹿児島中央駅まで結んでいます。改めて見てみるとこんな感じなんですね。見事に黒と白、真二つになっています。またね観光列車の中でしか買えないグッズとかねお菓子とかもあったりします。特急列車という触れ込みですが、実際にね時間が早くなるかというとね、そう早くなるっていうわけではないんですよね。普通列車でこの間を移動した場合は1000円ちょっと、で1時間強っていう感じですかね。乗り継ぎのいいものであれば1時間10分とかで行けたりします。それがこの指宿の玉手箱ではですね、1000円以上のプラスがあるんですが、合わせて乗車券と合わせて2300円ですね。片道2300円でこの指宿の玉手箱を乗ることができます。時間は50何分みたいな感じなので、ね、あまり時間の短縮効果はありませんが、まあ、旅のね旅行してるぞっていう感覚にはなるのかなと思います。列車内は至る所に、ね、装飾がありますが、どれもねコンセプト統一されています。海が見えますね。上の方にね天窓チックになっている窓、これは珍しいですよね。大きな窓から景色をしっかりと眺めることができます。せっかくなので私もカウンター、展望席のようなところにね座ってみることにしました。たまたまね空いていたのでちょっとね座ってみましたよ。そして車内販売あるんですね。せっかくなのでここでしか買えないとこあればね買っていきたいなと思います。列車はさらに進んでいきます。桜島とかがね見えたりするんですよね。せっかくなので車内販売買ってみました、ね、黒と白の、ね、この列車と同じ模様のメロンパンでございます。いいですね。普段はあんまり車内販売とか買わないんですけれども、この時ばかりはね買ってしまいました。記念撮影いかがですかということで、ね、こんな感じで撮っていただいてしまいましたよ。ところで指宿という土地はね砂蒸し風呂が有名なんですけれども、砂風呂ね映像で見たことあるよという方もねいらっしゃるのかなと思うんですが、実際にやったことってありますでしょうか。指宿に行けばねすぐにできますね。全身に圧力がかかって最高です。さてちょっと煙がね出てるの見えますでしょうか。これがね玉手箱チックですよね。演出の一つでございます。指宿の玉手箱の名前の由来でございます。こんなとこから出てるんですね。演出の一つです。一説によるとね指宿のあたりは浦島太郎伝説の、ね、発祥の地ということもねあるそうで、このようなコンセプトの特急列車があるということみたいなんですね。さあ今回は九州指宿から鹿児島中央の特急列車指宿の玉手箱を乗っていきました。いかがでしたか。動画がいいと思ったらいいねやコメント、チャンネル登録もお願いします。動画を最後まで見ていただきありがとうございました。